パイ・ローロー・オメガニュー・ピュロンは古代ギリシアイリス出身の哲学者。古代の最初の会議論者として知られており、アイネシデモスによって紀元前1世紀に創始されたピュロン主義の起源として知られている。ディオゲネス・ラエルティオスはアポロドーロスを引用して次のように述べている。ピュロンはもともと画家であり、彼の絵はエリスの学校に保存されていた。後にデモクリトスの著作によって 哲学の道へと導かれ、ブリソンやスティルポによってメガラ派の弁論術に習熟するようになった。アナクサルケスによれば、ピュロンはアレクサンドロス3世の統制に従い、インドでは裸の哲学者たち、ペルシアではマギたちに学んだとされる。東洋哲学から見ると、彼は孤独な生活を受け入れていたように映ったようである。 エリスに戻ってからは貧困に生きたが、エリス人たちは彼を尊敬し、また、アテネ人たちは彼に市民権を授与した。彼の思想は主に、弟子のプリウスのティモンによる風刺文学によって知られている。ピュロンは、紀元前270年頃、会議論に束縛されるあまり、不運な死を遂げたと言われている。伝説によれば、彼は目隠しをしながら弟子たちに会議主義について、 説明しており、弟子たちの目前に崖があるという注意を会議したことにより不意の死を迎えたと言われている。しかしこの伝説もまた疑われている。ピロンの思想は不可知論はかったレプシーという一言で言い表すことができる。不可知論とは、事物の本性を知ることができないという主張である。あらゆる言明に対して同じ理由づけを持って、 その逆を主張することができる。そのように考えるならば、知性的に一時停止しなければならない。あるいはティモンのことを借りれば、いかなる断定も異なった断定に比べてより良い、ということはない、と言えるだろう。そしてこの結論は、生全体に対して当てはまる。それゆえピロンは次のように結論づける。すなわち、何事も知ることはできない。それゆえ、唯一適当である態度は、 アタラクシアである、と。ピュロンはまた、知者は次のように自問しなければならないという。第一は、どのような事物が、どのように構成されているのか。次に、どのように我々は、事物と関係しているのか。最後に、どのように我々は、事物と関係するべきか。ピュロンによれば、事物そのものを知覚することは、不可能であって、事物は、不加速であり、不確定であり。 あれがこれより大きかったり、あれがこれと同一だったりすることはないとされる。それゆえ我々の感覚は真実も伝えず嘘もつかない。それゆえ我々は何も知ることがない。我々は事物が我々にどのように現れてくるかということを知るだけなのであり、事物の本性がいかなるものかということについては知ることがない。知識を得ることが不可能だということになれば、 我々が無知だとか、不確実だという点を考慮に入れても、人は無駄な想像をして、議論を戦わせてイライラしたり劇場を抱いたりすることを避けるだろう。ピューロンによる、この知識が不可能だという主張は、思想史的には、不可知論はアグナスティスザムの先駆でありまたその最も強い主張である。倫理学的には、ストア派やエピクロス主義の理想的な心の平安と比較される。 重要な点であるが、会議論の定める基準によれば、ピュロンは厳密には会議論者ではない。そうではなく、彼はむしろ否定的ドグマ主義者、ネガティブドグマティストであった。世界において事物がいかにあるかという視点から見るならば彼はドグマ主義者であり、知識を否定するという面から見るならば、彼のドグマは否定的なのである。ありがとうございます。